やっぱ主人公だからいろんなことに巻き込まれなきゃいけないし、立ち向かわなきゃいけないから、うこう、気持ちの流れとかもやっぱりこう、うん、極端だったりもして、うん、それについていくのでも結構こう、心の、何て言うんですかね、揺らぎとかいうものを、すごく感じてて、いや、こう、演じてても、すごくこう、頭がパニックになる時が多々あります。頭抱えてるもんね。<laughs> いつもね。<laughs> <laughs> その言葉通りに。<laughs> 言葉通りにね。<laughs> マイクの前で、ほんと頭が痛くなる。マジで頭叩いてるもん叫びすぎて、このこめかみあたりが、非常に痛くなって、<laughs> <うん S 1> このあたりがほんとに痛いんです。あのね、<laughs> 映像だと、この前かな、頭叩き出した時にカイトくんと目があったかね、俺ね。大丈夫かな大輝くんっても。そうです。なんか、<laughs> 頭に多分血液が行きすぎちゃって。ポンポンポンン叩き出したから。ほんと頭から血が噴き出すんじゃないかぐらいの、多分血の上がり具合、もう、そのぐらいの多分テンション、もう、 熱で、今、頑張ってはいる。そ,うそれぐらいね。そうなんです、ね。みんなの思いがこもっていい作品ができてます。そうなんでございますよ。はい、オールマイトもめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひ。めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ見てください。ぜひよろしくお願いします。